精米。まあこんなもんですね。でもちょっと見ていくとハンガーがあって、何かな、荷物掛け、姿見、この辺がライス、パソコン、ブルーレイ、モニターがあって、よいしょ、普通にあってですね、設定は電気です、ゴミ袋、インターホン、ティッシュ、温度計、コンセントがあって、リモコンがあってっていう感じですね。まあ、必要最低限も揃ってます。いい感じでございます。ブランケットをちょっと借りてきて、ちょっとこの辺枕にしてですね、いけるかなという感じでございます。はい、ということでですね、ただいま朝の6時50分ぐらいでございますが、こちらグランドカスタマーさんを出てきました。 E 店から行きましょうか。 E 店はですね、やっぱり一番は、お風呂がね、めっちゃ気持ちよかったでございます。2つ目はですね、お米が食べれる、カレーというよりもお米が食べれるって考えた方がいいと思います。というのはね、1階がねコンビニになっててですね、コンビニでですね、好きなものを買ってきてですね、僕やったらご飯を卵かけご飯にして味噌汁買ってきてですね、朝食作ってみました。まあそんな感じでですね、長期にわたっていられる方もいらっしゃると思うので、そういう方はですね、ご飯が食べれる、まあそれもね24時間食べれるっていうのはすごいいい点かなと思っています。はい、デメリットの方なんですが、まずねワンドリンクってやっぱりねどうにかしてほしいですよね。はい、快活でしたらフリードリンクになるんで、そんなにねドリンク代原価はかかんないんで、そこはなんとかねやってもらえればいいのかなと思います。2つ目はですね、時間がね一番初めに何時間でだいたい決めて、まあカラオケと一緒ですよね、2時間やります、3時間やります、まあ、決めて、そこからですね、基本にしてやるというような形、料金が決まるというような形でございます。で、途中で変更が効かないっていうことを言われましたんで、快活クラブであれば自動的にですね最安値を更新してくれるというメリットがあるのがいいのかなと思うので、割とその時間を気にしながら、過ごさなきゃいけないっていうのがちょっとデメリットかなと思います。はい、で使い方なんですけど、ここはやっぱりね歌舞伎町の一応まあど真ん中みたいなところなんで、東京でなんかね、飲んでホテル取るのにはすげえもったいないなとか、例えば1時ぐらいまで飲んじゃってですね、朝まで過ごせればいいと、5時間ぐらいであれば全然ね、寝るだけ、お風呂入って寝るだけっていうのやったら、こういうところを使った方が便利かなと思ったりします。あとねカップルの方もね結構いらっしゃいましたね。はい、どっかで飲んでてですね、
借りれなくなってですね、気軽に泊まれるっていうのもいいのかなっていう感じがします。はい、まあ、そんなことですね、まあ、使い方によるかなと思いますんで、なんかね気になる方はですねぜひ行ってみたらいかがかなと思っております。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。